今週のエビチュータスタスは冬の遠足冬宴第2弾、メンバーがバンジージャンプに挑戦。すると中山が涙、そして星名が待ち受ける感動の結末とは。エビチュータスタススタート。私立恵比寿中学にいろんなものを足してみる。エビチュータスタス。頑張って。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。やばい、心臓が。しゃがんでるよ、アイカ。せーの、5、4、3。前回、冬の遠足と題し、マザー牧場にやってきたメンバー。子豚のレースで大盛り上がりした後は、お待ちかねジンギスカンバーベキューの時間です。メンバーお待ちかねのランチタイム。バスの中でも言いましたけども、リベンジバーベキューですからね。もう今日あのただ食べるとかやめてくださいね。BBQ バンバンキューだ。去年放送したエビチュータスバーベキューの回で、テレビであることを完全に忘れ自由気ままに行動した結果、藤井校長にこっぴどくお叱りを受けてしまったメンバー。そこで前回のリベンジをすべく、マザー牧場に向かうバスの中で反省点を踏まえ、バーベキューを盛り上げる企画を考案。ムツゴロウさんになる。その結果、今回はメンバー考案の指令が書かれたカードを用意。選ばれたメンバーは引いたカードの内容を実行するという企画が採用された。各メンバーが考えた指令の内容はこちら。果たして前回のリベンジを果たすことはできるのか。いよいよリベンジバーベキューがスタート。さあ、じゃあそろそろです。じゃあメンバーカード引きましょうか。あ、早速 ね、はい、ね。まずは指令を実行するメンバーを決定。選ばれたのは安本。安本が引いたカードはそれで、はい、はい、引いてください、ね、はい、はい、読み上げてください。ムツゴロウのモノマネ。じゃあね、これからムツゴロウのモノマネでね、はい、ジンギスカン楽しんでください。はい、どうぞ。よしよし。いいね。いいですよ。撮ってるか。そうそうそう。その動物はどうすればよろしいですか。どうすればよろしいですか。あの触覚をくるくるしてるのかな。そうだ。喜んでますね。あ、喜んでますね。よかったよかった。なるほど。ムツゴロウさん、その動物はどうすればよろしいですか。これはな、はい、なるべくそっとしたくなる。あんまりそれね。はい、じゃあね、次のカードいきましょうか。あ、来た。続いて選ばれたのは松野。次の指令は、何ですか。おいさん、武器タスク費用自分のやつだった。自分のやつすごいね。松野が選んだのは自分で書いた指令。ジンギスカンの美味しさを動きと顔で表現してもらいます。落ち着いてください、松尾さん。ちょっともう一回もらってもらっていいですか。ちょっと今ここが
は気になっても集中で心配で心配でムツゴロウさん、この動物はどうすれば喜ぶんですか。あれ、なんだっけな、なんだっけ、なんだっけ、肘をこう、わしゃわしゃって。そうなの、あ、今のところ喜んでもいい。全然喜んでないよ。ムツゴロウさん、この動物ちゃいました。あ、待ってた、それで言えばじゃないから。指令カードの効果もあり、グダグダすることもなく楽しいバーベキュータイムを過ごしたメンバー。リベンジを果たせたのかどうかは謎ですが、身も心も満足の一行が向かったのは、でもね、いやもうのどかでいいですね、うん、さあ皆さん見えてきましたね。来た、おー、はい、あれ何ですか。怖いよ、やだー。柏木さん何て言いました。バンジージャンプ。バンジージャンプ正解です。怖いだろー。さあ、罰ゲームはバンジージャンプになります。うわー、よーいスタート。そう、前回の小豚のレースで最下位になった廣田中山ペア。2人を待ち受けるのは恐怖の罰ゲーム、バンジージャンプ。罰ゲームのバンジージャンプを飛ぶのは負けたペアのうち1人。まあ、あの罰ゲームね、はい、る2人。ちなみにバンジージャンプはやられたことあるんですか。ある、バンジーは初めて。なるほどなるほど、決めてください。するとバンジー経験はないという中山が。でも飛ぶ気満々だったよ。ん、誰が。あ、うん、私が中山が行くといいですね。ということで罰ゲームに挑戦するのはバンジージャンプを飛んでみたかったという中山に決定。中山莉子が罰ゲームバンジージャンプに初挑戦。今回中山が挑戦するのは高さ21メートル、7階建てのビルの屋上に匹敵する高さからのバンジー。ハーネスを装着し準備完了。足がある、行ってくるぜ。あ、一緒に行くんだ。行ってくるぜじゃなくて。全然余裕だね。多分リコ大丈夫だよ。本当？そしていよいよジャンプ台へ。見届け人の広田とともに怖がることなくスイスイ登っていく中山。中山さん、ちょっと遅れてますね。疲れた。階段がとても疲れた。助けてください。ひろた、怖いでしょ。なんか寒い。寒い。風とかどうですか。風の強さは。中山、階段疲れた。疲れた、風の強さ関係ないですね。風の強さ聞いたんですけど、ね、階段疲れた。風が。あ、でも楽しそうや。風強いですか、ひろた。こんな感じ。あ、なびいてますね。こっちなんだ、揺れてるの。ちゃんとレポートしてくれて、髪の毛で。しかし、実際にてっぺんまで登ってみると周辺一帯を一望できるほどの高さ。下にいるメンバーは豆粒です。バンジー怖くね。じゃあバンジー、いけそうですか。バン、いけますか。いける。おお、すごい、さすが。これさ、もう透けて見えるじゃん、これ。猫ちゃん、あれがやばいでしょ。降りたらふかふかだから。今日カメラさん気をつけてよ。寒い。リコ、頑張って。頑張って。やらないのにこっちが怖い。やばい。ここまでためらいもなく進んできた中山。このまま一気に飛ぶのか。あれあれあれ、もうやだ。どう中山、端っこに立つと。うん、大丈夫。大丈夫。すごい。どういうことだよ。頑張って。大丈夫。あんまり出てるよ。高さ21メートル、見ている方が怖くなるほどの高さにも余裕の表情を見せる中山。いよいよ初バンジー。じゃあ中山、準備はいいですか。はい。
お、じゃあみんな何段しようかね。何番？いくよ、せーの、5、4、3、2、1、どうぞ。あれ？もう一回。もう一回。怖い？中山怖い？え、ジェットコースターみたいですか？おーい、おーい、滝上だけずっと無視されてるよ。かわいい。これね、バンジーってね、待てば待つほど怖くなってくる。そうそうそう、一気に行かなきゃ、ね、ダメなんですよね。スッとやったらいいんですよ。どうしよう、怖いよ。怖い？余裕かに見えたが、いざ飛ぶとなると決意が揺らぐ中山。ちょっとなんかでもね、あれですね、意外にビビってくれたね、よかったよかった、うん、罰ゲームとしてよかったね、よかった、ね、バンジーはそう来なくっちゃ、うん、うるさい。ごめんなさい、すいません。聞こえてるの？聞こえてんだ。え、この声量で聞こえてんだ。キレキレ。じゃあ今までなんで無視したんだ。あんだけ張ってて潰してたあいつ地獄耳みたいな。ほら、雲も入る。中山頑張れ。頑張って、チャンリコ。いけるいける。一瞬一瞬、飛び方が怖いね。一瞬だよ。チャラいな、チャラい、チャラいって、チャラいって声が飛んでます。うっせーよ、うっせーよ。うっせーよって言ってる。え、うっせーよって。ちょっと中山、アイドルってこと忘れないで。口悪いな、うん、どうした今日。危険じゃん。ターンって飛んでね、ターンって飛んで、頭パーって。そんな風にはいけないんですって。今お前誰と喋ってたんだよ。人ごとだと思って適当な発言を繰り返す滝上。するとここで中山が、どんな感じか見てみたい。あー、そう、誰が飛ぶかね。そうなんだよね。ヒロト何だって。なんかやっぱり誰かちょっと飛ぶとこ、なんか飛び方が難しいっぽくて、なんか見たいみたいなので。あ、お手本見たいんだ。そう、誰か一発お願いしたいんですけど。あれ一発って表現するの？バンジー一発ね。なるほど、なるほど、なるほどね。あ、ちょっと待って。それはさっきかけて余裕そうな感じだね。一瞬だよ。いやいや、じゃあ違う、今決めるから。じゃあ順番に続くから。東京シートで手を。違う違う違う。じゃあまず違う違う。じゃあ尾形会議、滝上慎一郎。ほらみんなプロデューサーになった。いやいやいや、アイコも期待されてますよ。リコが滝上さんがいいって言われて、もう満場一致ですよ。いや、マジ最悪だ。ということで、滝上慎一郎がお手本ジャンプ、中山のためにバンジーで流れ星になる。一緒にやろう。一緒にして一緒にして断って、それ。遠慮していいよ。遠慮していいよ。本当に。そのまま。いや、めっちゃ怖い。めっちゃ怖いって。回らないね。中山。中山、滝上ムカつく？ムカつく、めっちゃ。めっちゃムカつくよ。リコちゃんの口がどんどん笑ってる。よし。おっ、よし出ましたね、よしが。カウントダウンいくよ。いや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 って嫌じゃない。いやいや、お前一瞬一瞬一瞬だよ。大丈夫。中山、いろいろ今までごめんな。皆さんもいろいろすみませんでした。一瞬一瞬。それでは滝上のお手本バンジー、いこう。せーの、5、4、3。
わすごい。え、怖かった？腰抜けてる。いいかねない。いや、なんかいろいろ調子こいてすいませんでした。いや、これ怖いわ。これ中山の今の気持ち一番お前が分かってるから、じゃあもう今からリードはお前に任せるよ。もうね、もう本当に静かにしたほうがいい。うるせえと思っちゃう。本当に。だからうっせえよって言ってた。言ってた。本当にそうだと思って。お手本を見て決心がついたのか、中山早くもスタンバイ。次こそ飛ぶことができるか。飛び降りるとき、とんこつ太郎に一言言って飛んでよ。リコ、とんこつ太郎に一言言って飛んでだって。わかった、わかった、わかった。余裕だな。言ってみるもんだね。何かが飛んだら安心したね。いきます。はい、それでは中山の挑戦。とんこつ太郎、次レースするときは必ず速くなってろよ。中山飛ぶか。中山、人生初のバンジージャンプに挑戦。いきます。はい、とんこつ太郎、次レースするときは必ず速くなってろよ。いきます。あ、怖い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 。武勇伝みたいになっちゃった。はい、どうしよう。とんこつ太郎。ちゃんと言い直しです。めっちゃさっき言われてる。どんこつ、え、滝上さんどうでしたか？感想で、ここで感想。いや、楽しかった、楽しかった。で、もう自分のタイミングで行くしかないよ。聞こえてる。え、じゃあもう、とんこつ太郎、そう、もう言わなくていいですか？もう言わなくていいよ。もう言ったからね。大丈夫、言ったからね。うん、で、行きます。はい、頑張ってください。行きます。お、頑張って、頑張る。はい、来たんだけど。どうしても一歩が出ない。すると、この準備できればね、そちらにいていただいて大丈夫なので、はい、気持ちを落ち着かせるため一旦下がることに。しかし、もうやだ。あー、だめ。ちょっと飛ばなくてもいいから。ちゃん、う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 ん、悔しいんだよね。飛べない悔しさと責任感から涙が止まらない。しかし、スタッフはここで続行不可能と判断。最後まで飛ぼうとしていたが、中山無念のリタイア。バンジー。あれ、いや、中山さん頑張りました。頑張ったよ。おかえり。どうした？おかえり。どうした？怖かった？怖い。怖かった。怖い。ただあくまでこれは罰ゲームですから、うん、じゃあね、これは僕もお手本でも飛んじゃってますから、うん、じゃあ代わりにエビ中ね、代表者誰か飛んでほしい。もうこれは、もうこれはもう、じゃあエビ中としての責任ですよ。ちょっと誰か、お、しか、星野行く。星しかないよね、だって。行きますか。行きます。じゃあお願いします。星野頑張れ。お、行け星野。ちょっと中山からも星野に一言なんか頼むわ。いいよ。みんなを敵だと思って、一瞬みんなのこと嫌だと思ってバーで。分かった。行ってくるね。行ってらっしゃい。エビ中のプライドにかけ、先輩星名が男気を見せる。ということで、エビ中を代表し
星名美玲バンジージャンプにチャレンジ。いってらっしゃい、いってらっしゃい、それ頑張って、星名さん寒い怖いじゃねえか、寒いんだよな。あ寒くて早く降りたい。行ったら怖いでしょ、先端行ったら怖いよ。ロープを装着し準備完了。うわ来た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 、早い早い、いや余裕かい。星名さん先端どうですか、怖くないですか。高いけど高いけど寒いから早く降りるから頑張るよ。 OK 頑張れ、楽しいぞ。あのちゃん気持ちついたら OK って言ったらこっちでカウントダウンするから。はい、そしたらパーコね、パーコからの行きましょう。 OK するよ。 OK ですか。はい、いいよ。それでは星名の挑戦、いくよ。すごい、5 中代表としてジャンプに成功。中山、タスタス嫌い？嫌い。早い。いやでもよかったよかった、すごかった。よく飛んだ。エビチューゲームクエスト。現在進行しているエビチューのゲームプロジェクト。架空の中学校を舞台にした引っ張りアクションゲームを制作中。これまでゲーム内のアイテムなど様々なアイデアを出してきたエビチューメンバー、中には実際に採用されたものも。そこで今回はゲームの世界観に合った学校にまつわるアイテムを考えてみることに。4人が考えたアイテムはこちら。中でもゲーム制作担当が注目したのは中山考案のアイテム。まあ、普段はごく普通に使ってる消しゴム鉛筆、運動器と、あのよく小学生がランドセルにつけている給食、巾着袋なんですよ。まあ、それが合体して戦う時にここがハサミのようにバチンになるんですよ。そしたら上の部分が飛んで、あのその敵にかぶさって見えなくして動けなくする。すごいシステム的にはなんかいろいろ繋がってるんですけど、最終的には巾着袋が飛んでいくだけっていう。巾着袋じゃなくても何でもいいってことだよね、隠せたらね。はい。果たして中山のアイデアは採用されるのか。エビチューゲームプロジェクト続報を待て。次回のエビチュータスタスは冬の遠足冬園、ついにクライマックス。カホが前まで行ったらすごいでしょ、だね。だってひなたがいなかったらエビチューじゃないでしょ。エビチュー本音で語り合う。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
俺のどこに惚れたんだ